僕はですね、まあ最近イカ釣り行ったりキャンプ行ったりでずっと釣りしてなかったんですけど、久しぶりのイカ釣りです。いつもの家の近くの浜にやってきました。ちょっと前にね、土砂降りの雨が降って結構川が濁ってたんですけども、まあ海はそんなに濁りもないし、ちょっと曇ってて暑くもないし、まあ雨も降らなさそうですので、ちょっとやってみたいと思います。さあ、じゃあやってみます。なんか1ヶ月ぶりぐらいじゃないかな、すごい久しぶりで状況が全く分かってないんですけどね。今日はね、本当はというか1回5時に目覚ましかけて起きたんやけど、二度寝してしまって起きたら6時でした開いてないかなと思って来たけど、いつものマイポイント開いてましたね。あんまり人気ないんかな。ね、今年は序盤から小型ばっかりでしたからね。序盤の方がええのがおったな。だんだんちっちゃいのばっかり、こええー、のが釣られてったんかな。あ、こんなとこにおる。めっちゃ近いな。やっぱ一色ちょいのところで当たるやん。天ぷらいけるサイズ。目の前で当たるんやけど、ちょっと小さいでね。あのウーがうろうろしとるあたり、 5色ぐらい、あの辺にもきっと魚がいるんでしょう。ちょっと遠くに投げてみるか。遠いところにも、っていうか近くがもうおらんようになってしまったよな。もうおる5色ぐらいで当たってますね。あ、ちょっとマシやんか。一番マシが取れた。ほら、これはまあまあ、これはまあまあやね。20はないな。どうやら遠投有利ということでですね、ラインを1号から06に、力いとも PE にしてみます。ここやね、5色やね。ちょうど5色目に入ったぐらいのところでポロポロポロ。あと1匹がなかなか食わんな。なかなかね、針の数全部にキスが連れてくれないもんで、ちょっと針
針の数を増やす作戦でいってみます。これ取ったな。そこにキスがおるんだ。なんか大きなもん加えとるで、あれ。何食っとる。ピニス釣っとったらあかんな。沖でちょっとマシなの釣らないか。沖で投げたらマシなのがおるやん。ゴミや。ゴミが多いな、やっぱな。人が投げようと思うとるあたりにウーがおる。ちょっと近づいてきたな。ウーから逃げて手前へ寄ってきたかな。な、手前へ寄ってきとる。広い範囲にウーがおるな。魚も広い範囲におるっちゅうことやろ。まあ1食から5食まで特にどこっていうこともなくパラパラとおるみたいやけどね。引っ掛けたか。いきなりゴミ引っ掛けたな。これか。いいかよ。なんでよ。エイが引っ掛かるんか。尻尾を振り回さんでくれよな。怖いやんか。だからのスレスレを投げてみる。そう、そんなとこにいますか。ほんまのすぐそこやな。見えるんちゃうかっていうぐらい。
ちっさサイズダウンしたな。今日はジェットはやってこんな。考えてみたらいつもやともうこんな時間ならブン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 走って回ってる頃やろんな。ここは目の前に釣り船もやってこんし、なかなかいいね。釣り船がやってこんっていうことはあんまり釣れてないんだろうな、きっと。細かいな。一時天ぷらサイズがポロポロ来たけど、あの時だけやったな。また南蛮漬けサイズに逆戻りしてしまったよ。小塩やろ、潮位もほとんど変わらんし、まあそれでもね、左から右向いて潮は動いとるみたいやけど、大潮の時っていうのはね、浅い血が浜が狭いもんで投げにくいんですね。このもうすぐ後ろはゴミの帯になってるからね。これぐらいの潮回りの方が釣りそのものはしやすいんですけどね。よし、最後にちょっと遠投して終わりましょうか。キス釣り自体久しぶりやったんちゃうかな。7月の終わりに1回行ったのかな。行ってないやろ。7月の最終は、そうやね、7月の最後はイカ釣りやったの。その次の週は確か雨かなんか荒れとって釣りお休みしてないかな。その次ももうキャンプの準備だなんだで釣り行ってない。3週間ぶりぐらいのキス釣りやね。あのテトラの影が一番魚影っぽいな。ずっとあそこでやっとったらめっちゃ釣れたんちゃうかな。まあね、退屈しない程度にパラパラは当たりますね。結局素張りって一等目素張りやったなと、途中で一回あったぐらいじゃない。ほぼまあ小さいのばっかりやけど、ほぼ1匹2匹はキスが降ってくるみたいな。だね、まあ5本針で最高4連やで、だいたい2匹ずつぐらいだよな。今日も南蛮漬けサイズがいっぱい釣れたから、南蛮漬けをたくさん作ってもらいましょう。作りましょうじゃなくて作ってもらいましょうやけど、なんこれ海藻引っ張っとっただけか。よし、終わりにしましょう。
食べとる。